はーい、ふじこです。今日はわかめとみょうがの、梅しらあえでも作ってみようと思います。まず、わかめを水戻しいたします。でこれは 40g ね。わかめは、春夏は、4分から6分だから5分ぐらい戻せばいいのかな。そして豆腐を水切りしていきます。本日の豆腐は木綿豆腐でございましたな。ではみょうがと梅干しを刻みます。みょうがは縦に半分に切って斜め切りかな。爽やかないい香り、夏っぽい。で梅干しもね、種を取って刻みます。あ、そうこうしてる間にね、わかめが5分ぐらい経ったかなと思いますので、ゆすいできます。はい、ではね、みょうがが辛いとちょっときついので、念のためね、少し湯がこうと思います。あとわかめもね、柔らかい方がいいので、ちょっとね気持ち茹でたいと思いますので、鍋に水を入れて火にかけております。でわかめもね刻んでおきます。はい、沸いてきましたので、わかめとみょうがを入れてよく混ぜて、再沸騰して、まあ 2,30 秒ぐらいしたらね、止めて水気を切っていこうと思います。はい、では水気を切っていきます。はい、では水気を切ってまいりましたので、梅干しと砂糖大さじ1、醤油大さじ1に水切りした豆腐を入れて、で潰しながら混ぜます。はい、では恒例の試食タイム、どうでしょうかね。いただいてみようと思いますよ。みょうがとわかめがいい塩梅のとこね。はい、いただきます。うん、うん、うまいな。なんて言えばいいんだろうな。今やっぱり柔らかくなってて、豆腐と硬さが合ってて、いい感じだと思いますよ。みょうがも辛くないから安心して食べられる。梅の存在感は謎だから、梅をもうちょっと主張したかったらね、2個ぐらい入れてもいいかもしれないね。梅はほんのり後から来る感じかな。てなわけで、わかめとみょうがの白和え、うん、さっぱりしてて夏に良さそうなんて思った方ね、真似して作ってみてね。てなわけで、本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。